い、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ハトクマインイオーサー、ハトクマインインインイオーサー、イオーサーサーサー。はい、ということで皆さんごめんなさい、帰らないでください、お願いします。これね、この前北海道行ったんですよ。知床の方行ったっていうのを別の動画でも話してたんですけど、まあ、そこに硫黄山っていう、まあ、硫黄の匂いがさ、めっちゃすごい山があって、まあ、そこ行った時に、カメラで結構、まあ、YouTube とかもね、撮ってる、まあ、友達がいて、まあ、撮ってあげるよ、みたいな感じで言ってくれて、まあ、せっかくなんでね、動画撮ってみようかなっていうので、まあ、挨拶と、まあ、これちょっとポージング撮ってるんですけど、ごめんなさいね、おこがましいんですけど、まあ、筋肉好きのね、ハトクマがポージング撮ってみたということで、ちょっと服越しではありますが、フロントダブルバイと、サイドチェスト、フロントラットスプレッド、モストマスキュラー、こちらをね、撮らせていただきました。まあ、ちょっとね、舞い上がってね、こういうの撮っちゃったんですけど、まあ、せっかくね、撮っていただいたんで、まあ、これは、ちゃんと動画で、ハトクマのポージングでも、自分でね、分析して、ちゃんと話せばならねえということで、まあ、まずはハトクマの体を見ていきたいと思います。この後ね、話したくて話せなかったボディービルダーの話もするんで、まあ、そっちをね、ぜひ見ていただければと思いますが、まあ、ここでね、撮ったハトクマのポージング、フロントダブルバイとかサイドチェストは、なんか、たまにさ、鏡でこう、こんな感じかなとかいうのでやってたりするんですけど、なんかフロントラットスプレッドってすごい難しいんだよね。背中を広げるっていうのがさ、難しかったり、なんかこう肩をグッと上げすぎちゃって、なんかすぼんで見えちゃったりとか。で、モストマスキュラーもさ、やっぱなんかこのどの角度で手をグッてクロスしていいのかとか、なんかクロスせずに止めた方がいいのかとかさ、フィルヒースとかって結構グッて腕をさ、クロスしないで止めることが多いじゃん。グーってやるのとか、どっちがいいんだろうとかね。あだまなんか、ジョイントマスキュラーとか、いろいろあるけどさ。まあ、そんな感じでね。まあ、ハトクマも一応来年ね、クラシックフィジークとか出たいなとか言ってますんで、まあ、ポージングの練習もこうやってね、どんどんやっていかなきゃいけないなというところで、まあ、今回はね、北海道で、ポージング撮らさせていただきました。これなんか、47カ国全部でなんかこうポージングしてったら、なんかそれはそれで面白いなって思うんですけど、まあ、なかなかそんなことはできないかもしれませんが、はい、以上がね、ハトクマの貴重なボディービルポーズでございました。皆様、あったかい目でね、熱すぎるマグマみたいにあったかいぐらいの目でね、見ていただければと嬉しいです。そして、ミハエル・クリト・クリチャネクですよ。ジェイ・カトラーに。もう誰も止めらんねえよ、こいつみたいなね、ことを言われたミハエルでございます。まあ、まず彼は、プロになるためにアマチュアの大会に出るんだけど、まあ、そこは勝っちゃうよと。まあ、彼は言うんですよね。で、ジェイ・カトラはその後にプロの大会も勝つよって。で、オリンピア出るよって。オリンピアですごい危険な男になるよと言われています。そんなミハエルはアメリカに来てミロシコーチにポージング見てもらったりとか、ジェイ・カトラにポージング見てもらったりとか、IFBB プロのヘッドジャッジかなにポージング見てもらったりとか、本当にいろんな人たちのところに訪れて、ポージングのね、研究じゃないけどさ、指導をしてもらったりとかしても着々とね、プロに来る準備を整えております。この体を見て本当にさ、大会にすぐ出るわけじゃないのに、もうこのコンディションを持ってる。まあ、近々出るとは思いますが、本当にこのサイズを持ってるアマチュアが、じゃあ世界にどれだけいるんだろうってなったら、まあ、ほぼいないと思います。まあ、なので、プロカードは、まあまあ間違いなく取れると思うし、プロの大会に出ても、このサイズ、この完成度を持ってるプロっていうのも、まあ、もちろんいますよ。いますけど、まあ、すでにもう皆さんね、オリンピア決めてきてますので、そうなってくると、プロの大会でも優勝、まあ、しやすい時期には入るのかなって。まあ、しやすい時期とか大会なんてね、まあ、そのないですけど、ただまあ、トッププロが大体抜けてきてるところなので、うん、まあ、オリンピア今年出れちゃうんじゃないかな。で、オリンピア出たとして、まあ、トップ10。まあ、一番楽しみなのは、ブレッシング・アワディブとか、ニック・ウォーカーとか、ちょっとこのミハエルと、バチってた人たちとね、ポージング取るっていうのが見れるっていうのが楽しみなんですけど、まあ、とにもかくにも、もう誰も止められない超危険な男が、もうあと1ヶ月2ヶ月ぐらいで見れると思いますので、皆様、続報をというか、まあ、こっからの彼のアップデートをお楽しみください。ということで、本日は、ちょっといつもと違う、まあ、Vlog かな。ハトクマの Vlog なんて多分一人ぐらいしか求めてないかもしれませんが、まあそれメインプラス、ミハエル・クリトやっべえぞという話がやっとできましたので、そちらの動画でございました。皆様よければですね、
この動画高評価よろしくお願いいたします。またチャンネル登録まだされていない方いましたらぜひチャンネル登録もお願いいたします。またハトクマのポージングに関するコメントはぜひ、ガイドライン設けてはおりますが、まっしった激励ともども、お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。